さてと、あー水色キノコか。じゃあダメだわ。おじいちゃん、ほんとどこだろうなぁ。いないんだよなぁ。おいしょ。あと、ハニチャーがかかりそうだ。了解よ。ババちゃまに聞いてもジギーと若いクロワのとかって言われる可能性もあるけど、一応もう一回聞きに行くか。どこにいるんだろうな。そうだ、せっかくだから久々にちょっと借金お金返済しに行こうか。はい、ポクロ、知ってるか？ジギーの家の近くのニワトリがいるだろう。うん、いるね。あのニワトリが喋ったんだ。誰も信じてくれないけど、嘘じゃないんだよ、本当だよ。ポクロ、友達いないでしょ。遊んでもらえや。ムカつく。その煽りはムカつくぞ。はぁ、ニワトリか。それは盲点だった。確かにあの鶏なんだろうとは思っとったけど、まさかこんなとこで情報が入るとは思わんかったな。遊んでもらえよって言われたわ。ムカつくね。あ、おった。おめでとうございます。目標金額、100,000,100,000,100,000,200,000まで達成しました。データ送信中。メイヤーさんに報告すべし。ご利用ありがとうございました。まさか。まさかやったわ。お金返済終わったわ。用があるなら休みの時間に後に、休み時間の後に来るのだ。休み時間くそ。休み時間か。タイミング悪いこっちゃ。いや、とりあえずババちゃまんとこ先行くか。あ、そうだ、ピービーのとこ行こうか。いいか。失礼。わおわおわおわ、ピービーのカエルの壺から。カエル入れちゃうわけ。あら、そろそろ役場に行かなきゃ。鍵を閉めるから待ってくんでね。はいはーい。邪魔よ邪魔。失礼な。パパちゃまんとこ聞くか。ばあばちゃん。
そういえばババがそれか。そうか、やっぱ破片がなしか。うん、あ、とりあえずさっき言ってたニワトリやね、あれがやっぱ気になるね。あれが多分キーマンではあるんだろうな。うん、まあまだいいか。もう寝てないわ。時間が経つの早いな。さあ、とりあえず借金返済はこれで多分全部終わってるはずなんだけど。ああそうか、ロープウェイか。あれ、もう一個あったっけな。もう一段階上か。お、積み立て達成か。イエーイ。おめでとう、ボクロ君。猛烈に感動なのだ。積み立てが200万マネを達成したではないか。失礼しましゅ、ナース。ナースのタイミングなのだ。ボクロ殿、おめでとうございます。メイヤ殿もおめでとうございます。何を言うのかな、僕は。私は別にもう話を元に戻すのだ。そう、今や200万マネである。君は何とも素晴らしい。偉い偉いだす。私も若い頃は貯金も、ちょまねに励んだものだが、こんなに貯めたことはないのだ。君、もしかして、マネ大好き？貯めろ、まあ大好き。貯めろって言うからじゃん。それは心外だね。君のために思ってなのに。それでは早速ロープウェイの修理に取り掛かるとして、積み立ても今や5分の2なのである。次の目標は500万までであるが、あ、まだ5分の2か。そうか、その暁にはなんともう最大人式は目前ではないか。うん、あってな、じゃあ目の前か、目の前ではないか。てなわけで、楽しみにしつつ、まね、集めに励みつつ、大人式に向かってゴーなのだ。頑張ってください。失礼します。500万まで目指して頑張ってね。お仕事、お仕事っと。あと、大人式までもう少しですね。いらっしゃいませ。ちゃおちゃお、懐かしいゲーム。そうですね、懐かしい、いただいたゲームでちょこちょこ遊ばせていただいております。さてと、さあ、ジギーのじいちゃんに会いたいわけだが、ここ結構、ここ、お前の母ちゃん、あくびびそう、こけ、怒ったぞ、寝たぞ、笑ったぞ、ここ、お前の父ちゃん、苦労でべそう、こけ、笑ったぞ、寝たぞ、怒ったぞ、ここ、ついでにお前は指導でべそう。なんのこっちゃね。ここ、じゃ。おや、全然反応なしか。やっぱおらんねえ。なんかヒントになるもんないか。なんか似合うな。もう何も。ライトをつけるのは暗くなってからにしよう。でかい花眼鏡。特に何もないんだよな。洗ってなさそうだな。
いや、わからんね。やっぱ意味ないか。どこにおるんやろうな。まだ大丈夫。よかった、腐ってないね。食べ物急に腐るからな、怖いよな。島外のペーターからお手紙が来たんだよ。ペーターは羊派なんだって。変わってるよね。前にジギーじいさんがね、鶏は楽しいけど清めた、ん？清めのために海に行くまではしんどいんじゃ。ってなわけなかった。僕には分かって、僕はからかってるのかな。海？下だよな。てか、あの鶏捕まえれんのかな、もしかして。持ってみるか。いや、持てないか。そうだよね、喋るんだもんな。そうか。注射。くそ。どっち見る？おー、すげー！島裏の方を見る。温泉がある！すげー！あー、そんな感じなんだ。でも誰もいない。なるほどね。今日もいないなぁ。どこにいるんだろうなぁ。おっと。そうじゃないんだなぁ。でも私が求めてるのはそれじゃないんだな。あれ、よし。そうなんだよね、それだよね。あったじゃん。早く貼るか。よいしょ。骨しか出てこんな。ワンワンワン。そやそや、寝てるのか。どっかにカエルがいるな。カエルがどっかにいるけど、どこかわからんの。まあ、いっか。あ、いた！あんなとこにいた。取れないわ。寝ちゃいましょう。
はいよおはようはええんやけど、わからんなまさに今まさに流行るぞ。メイヤーさんに聞くのがいいんかな。メイヤーさんに聞くのがいいんかな。チビタに聞いたらわかんのかな。でもチビタのニワトリが喋るはちゃんと合ってたね。あ、海の奥、ここの奥とかはいるのかな。でもそもそもここ誰の家？いない、見てだよ。誰の家？あそこって。探してみるけど、いないよな。ジギちゃんたまに海から出てくるんだよね。あの、そしてよく海に入るよね。俺なんか錆びちゃうから入れないのにさ。海からたまに出てくる。ははははは。海に潜ってるんだ、じいちゃん。なるほど。オリの頭にキノコに似てるからオリに優しいのかな。どうだろう。オリか。
あ、そういえば今ふと思い出したけど、あれやな、灯台もさ入られへんくなってんねんな。メイヤーさんが目の敵にしてるでしょ。変なことはないと思うけど、シビタには近寄るなって言い聞かせてるよ。ああ、そうか。まあそうだよね、ママだもんね。ジギジちゃんの情報が全くねえな。困ったもんな。とりあえず海にいるっていうお話だけは聞いたね。海から突然出てきてびっくりしたわよ。ほんとジギーってミステリアスよね。キノコたくさん食べて姿を変えるって言うけどね、本当なのかね。今度バーヤにジギーのことを突っ込んでみようかね。そうか、あ、雨だ。ちょ、入れん。ちょ、入れん。入られへん。詰んだぞ。そんなことある？入られへんとかある？裏からも出られへんしな。入れてよ、エプロンさん。ありえへんし、1時間無駄にしたわ、そこで。その間にいるとかないよね。おらんね。そうだよね。ロープウェイ、カンコンカンコン。またか。マネ不足による構図ができる財布を予約しております。メイヤーだってさ。どこ、海におるっていう。え、てかちょっと待って、まださ、やつは牢屋なのでは。誰が工事するんやろ、あそこ。まだ釈放されてないよな。決まったよな。誰やったっけな、名前覚えてないわ。エジソン博士にそっくりです。エジソン博士の兄弟の、もしかして。あー、なるほどね。そういうつながり。ご自身らしい。ちゃおちゃお。ヤンキー座りに注意。ヤンキー座りに注意もようわからんけどな。七市と観光スポット七市は。
ちびさんポックルの所有物件です。水汲んでくるか。じゃあ時間あるし、うわ水汲めない、ここ。うわマジか、水汲めないのか。あーこれかもしかして。10時に探せ。あ、じゃあラカタか、違うか。